にしました。傘を利用する方が周りの方に当たらないよう十分注意してご利用ください。また合わせて食べ出しますと怪我の原因ともなります。皆さん一人一人が落ち着いた行動をお願いします。すいません。
刺してる。そうそうそう、こっちはね、5時から通行のあれになる。